ジャン2世、ダンジューは、ロレーヌ公、カラブリア公も称した。ロレーヌ女公であった母イザベルから公位を継承した。父は、母の共同統治者として、ロレーヌ公でもあったナポリ王ルネダンジュー。妹にボーデモン伯フェリー2世妃、ヨランド、イングランド王ヘンリー6世妃マルグリットがいる。1453年に、母が亡くなり、父から公位を譲られた。父は、ナポリをめぐり、アラゴン王アルフォンソ5世と戦い、敗れて、ナポリを諦めた過去があった。ジャン2世も、父と同じくナポリへの野望を抱き、ナポリ王で、アルフォンソ5世の諸子フェルディナンド1世に戦いを仕掛け、1457年、1459年から1462年に、かけて、ナポリへ遠征した。しかし、ミラノ公、フランチェスコ・スフォルツァが、フェルディナンド1世に味方支援軍を送ったため、ジャン2世は、敗れて、ナポリ王位を断念した。1465年、フランス王ルイ11世とも対立し、ブルゴーニュ公、シャルル、ブルターニュ公フランソワ2世、ブルボン公ジャン2世ら反国王派貴族が結成した、公益同盟に加わったが、軍備に手間取っているうちに、まとまりの弱い公益同盟が分裂、ルイ11世と交渉して、同盟から離れた。翌1466年、息子のニコラとルイ11世の娘アンヌ・ド・ボージューが、婚約、国王から10万リーブルの持参金を与えられた。これを機に、アラゴン王フアン2世から王位を奪い取るため、カタルーニャの支援で、イベリア半島へ向かった。アラゴンと戦っている最中に再び反ルイ11世派となり、ニコラとアンヌの婚約は破棄されたが、アラゴン王位を奪えないまま1470年、父に先立ち、バルセロナで病死した。ブルボン公シャルル1世の娘マリーと結婚し、4子を設けたが、ニコラ1世以外の3人の娘は妖精。ジャン2世の死後ニコラ1世が後を継いだが、1473年に、ニコラ1世も亡くなると、オイルネ2世がロレーヌを相続した。三角、P167-P168。三角、P159-P160。グイチャルディーニ、P63-P75-P101。ミシュレ、P87-P101-P102-P109-P110。三角、P160-P161-P168。関、P245、ミシュレ、P172-P173、P231、P285、P286、P444、P445。ありがとうございます。